今週の帰れまサンデーは、20種類の美味しい山菜を見つけるまで帰れない。実はね、私の目にはたくさんあるんですよ。え、もう食べれるのある？あるある。え、この中でほとんどサラダバーみたいなもんですね。この山菜は食べられますか？これ誰も言ってないだろうから、これはどうなんだろうな。なんか美味しそうですか？あれ、もうダメじゃん、これ美味しい。あれ、これだろ。鬼縛りですか、これ、うん、この仲間がこの繊維を使ってお札を作ってるわけ。お札？1万円札とか、うん、千円札とか、これを溶かして、同じ仲間をね。へー、オープン。わあ、めっちゃうまそう。まさに炊き込みご飯って感じ。うわ、帰ればサンデー、日曜夕方4時30分。うまい、シャキシャキだ。